い、買ってきましたよ、クイニーヤマン。めちゃくちゃうまそうだ。うまい。そして思った通り案の定めちゃくちゃ甘い。かなり本格的。はい、ゆめです。こんにちは、どうども。今日僕はこちら東京ディズニーシーのマンマビスコッティに来てますよ。今マンマ並んでます。今朝ですね。でね、マンマですね、新しくねクイニーヤマン始まったんですよね。昔ランドでもですねクイニーヤマンあったと思うんですけども、こちらシーでもね新しく生まれ変わって新しいクイニーヤマンが発売になりました。でこちらのクイニーヤマンはねランドで発売したものとね味が違うんですよね。はい、なのでその辺どう違うのかとかね、あとそもそも美味しいのかとかね、ちょっとレポート紹介したいと思います。行ってきます。はい、よかった。クイニーヤマンコーヒー風味残ってますとか、まあ、朝早いんで全然残ってますね。よかったよかった。じゃあいただきます。買います。はい、買ってきましたよ、クイニーヤマン。めちゃくちゃうまそうだ。そして甘そうですよね。なんかで甘いって聞いたんで、僕甘い系のケーキとかパンは苦いものがないと、無糖のものがないとこれ食べられないので、多分2個いると思いました。2個ないと多分これ食べきれない。で2個買いました。あとカップのミルクとカップに氷、持ち込み生茶ですね。でですね、マンマビスコッティってこの時間今ね朝9時20分なんですけど、めちゃくちゃ並んでて、かつ日陰が少なくて日陰の先に満席なんですよね。でこちら見てください。ゴンドリエスナックに移動してきました。ゴンドリエスナックはですねまだ営業してなくって、かつ日陰いっぱいでめちゃめちゃ空いてます。なのでマンマビスコッティは暑くてかつ席少ないので、絶対こっちに来たら正解です。ガラガラです。かつ涼しい、めちゃくちゃ涼しい。日陰でいいですね。であと雨もしのげるからね。朝マンマビスコッティはもうこっちにで絶対持ってきて食べた方がいいです。おすすめです。はい、いただきます。はい、いただきます。なんと今日プリンの仮装です。最近プリン仮装多いでしょ。すっかり味を占めてですね、はい、プリンできました。でクイニーヤマンね、前回のランドのクイニーヤマンはちょっと僕ダメ出ししました。であのダメ出しはね、当時僕メッセージがあったんですよね。というのはね、クイニーヤマンは普通に実は美味しかったんですけど、あそこまで並ぶほどのものでもないでしょっていう、僕の痛烈な皮肉のメッセージがあったんですよね。もちろん普通にしたらということで、それをメッセージを込めた意味でダメ出ししたんですよ、まずとね。で今回はそんなね激しく並んでないので、これは普通にお勧めできます。で見てる形してますね。でね、これもう手がベタベタなんですよね。もうこれ剥いた瞬間もうベタベタなんですよ。なのでこれ絶対ねウェットティッシュ必須ですね。これやばい、めっちゃベタベタ。ちょっと待って、はい、これウェットティッシュ必須です。はい、これ絶対いる。はい、ウェットティッシュ用意したんで、もうこれ出しましたもん。はい、こちらね、はい、サムネイル用はい、やったー、うまそう。はい、ではコーヒー風味のクイニーヤマン、じゃあいただきます。どうかな。あ、うまい。そして思った通り案の定めちゃくちゃ甘い。これは甘いね。いやでもかなり本格的。ちょっと聞いて、僕ね表参道の美容院に行ってるんですけど、でその美容院のね行く途中にパン屋があって、でパン屋でねクイニーヤマン売ってて、ちょうどねランドのクイニーヤマンブームになった頃なので、本格的なクイニーヤマン売ってますみたいな感じで、ね、そこで僕一回、ね、食べたんですけども、そこのクイニーヤマンとなかなかこれいい勝負ですよ。これ結構これも美味しい。これねコーヒー風味言うだけあって、これなんだろう、コーヒーチョコ、キャラメルチョコ出てきましたね。あのランドで僕が好きなキャラメルロール、あれをですねデニッシュ化した感じですね。でそれに甘いねコーティングした感じ、わかる。断面すごい、ほらこれ分かる分かる、すごいねこれ。ランドのクイニーヤマンはベーコンが確か入ってたんで、食事になるクイニーヤマンなんですけど、これ完全デザートですね。甘い、すごい、予想以上に甘いですね。すごいわこれ。これも本当にねダイエッターの天敵ですね。すごい、まあ、たまに食べるご褒美って感じですね。コーティングも甘いし、中のこのコーヒーチョコも甘いので、僕にとってはとてつもなく甘いですね。ただしこれは個人差あると思います。多分これ一回もう食べたよっていう方でしたら、この動画見たらね甘いの好きな方でしたら、え、
これどこが甘いの？全然普通じゃん。世の中の大抵甘いものってこのぐらいの甘さが普通でしょ？どこが甘いのこれ？っていう人も多分いると思います。はい、普段もねコーヒーブラックで、スタバ行ってもブラックで、ミスドに行ってもなるべく一番甘くないものを選んで食べてる僕にとってはこれめちゃくちゃ甘いですね。なので甘いもの苦手な方はこれね覚悟して食べた方がいいですね。まあでも美味しいですよ。このちゃんとねコーティングもしてあるしね、結構本格的で、最後ね、うん、はい、ディズニーシーマンマビスコッティのクイーンヤマンコーヒー風味完食しました。はい、これねランドのね2年前のクイーンヤマンと違って、今回かなりデザート色の強いクイーンヤマンでしたね。むしろランドの方が変わり種クイーンヤマンって感じかな。ランドはベーコン入りでしたよね。まあランドのが例えるんだったらね、なんかホットケーキメープルシロップをかけてそこにベーコンを加えるとかね、本当にアメリカンな感じでしたよね。アメリカの朝ごはんってね、本当にねホットケーキとかフレンチトーストにメープルシロップをかけてそこにベーコンとか一緒に食べるので、なのでランドのねスイートハートカフェはアメリカですからね、やっぱアメリカ風のクイーンヤマンでしたよね。でもこっちイタリアなんでね、ヨーロッパなんで、まあ、なので本当にもうコーヒー風味って感じで、限りなくデザートに近いパン、本当に甘いパンでしたね。なのでまんまビスコッティ、お店の名前の通り本当にビスケットみたいなそういう感じのパンでした。あ、なんでね僕にとってもコーヒー必須ですね。はい、これも2杯目です。めちゃくちゃコーヒーはかどる。はい、なんでねコーヒー紅茶なんかと一緒ですとめちゃくちゃ合うのでおすすめです。はい、以上ディズニーシーのまんまビスコッティのコーヒー風味のクイーンヤマンの紹介レポートでした。じゃあねー。